こんにちは。世界を楽園にする映画監督アーティスト増山玲奈です。増山玲奈のドラゴンジャーナル、本日素晴らしいゲストをお招きしております。中国で20年俳優として活動されております矢野浩二さんです。矢野さん、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。増山監督、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、この番組も大変グローバルになってきたなと思いまして、いやもう呼んでいただいてすごく嬉しいです。ありがとうございます。はい、本日中国から、オンラインで、はい、中継をいたしまして収録をさせていただいております。本日おつなぎいただきましたのは、はい、ユーラシア映画祭で新たにお仕事スタートしていただきました、金井さんです。金井さんもよろしくお願いいたします。あ、金井さん声が出ないようですので、ではすいません。はい、でまたユーラシア映画祭副代表として大阪で活動をされております。最近は兵庫県にも進出をされています。ジュン・アマントさんです。ジュンさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こんにちは、こんばんは。はい、さん、よろしくお願いします。はじめまして。矢野さん、はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お二人には共通点があるとお聞きしまして、はい、実はジュンさんも大阪の中崎町をベースとして活動されてるんですけれども、矢野さんも関西のご出身だそうなんですけれども。そうなんですよ。僕は東大阪という、はい、東大阪というど田舎なんですけど、うん、はい、いや、東大阪どちらですか？東大阪、ラグビー場、花園ラグビー場のとこあたりなんですよね。何もないとこですね。いや、はい、僕は正大附属高校なので、めちゃくちゃもう、めちゃくちゃもう、沿線でございます。近所です、ね。それを聞くのはあの頃思い出しちゃう。ちょっと、潤さんは、すいません。はい、失礼ですが、おいくつでしょうか？はい、私は、70年生まれなんですけど。僕、65年生まれです。あ、そうですか。じゃあ、はい、じゃあ、けど、まあまあ、時期的には全然、ね。同じですね。昭和のね、はい、40年代生まれですからね。そうです、そうです。39が40ぐらいですね。そうですね。あ、そうですか、そう。いやもう、もろかぶりですね。もろかぶり。じゃあ、すべて知り尽くしたこの2人が。今日は、うん、増山、ね、なんか心なしか大阪弁になっているような気がいたしますけれども、ね、ね、親近感がね、なっちゃいますね。なっちゃいます。もうなんかもう戻ってきたような、いや、実家に戻ってきたような、うん、気持ちになりましたね、はい、いい感じでございます。いい感じですね。なんか本日は中国と、金井さんが群馬と、そして大阪の潤さんとつながって収録しててすごい時代ですよね。そうですね、すごいすごい。監督はどちらですか？今日は私は本日は土方歳三の生誕地の東京の日野のスタジオからお送りしております。いいですね、いいですね。日野もいいとこですね。いいとこですね。最近よくね、お邪魔して天然理心流の稽古とか参加させていただいたりとかしてね、勉強させてもらってます。大変風流な文化が残ってまして、この映画をスタートするっていうことで、地元の名士の方とか、天然理心流の、館主さんとかいろんな方に相談してたら、今は映画に向けてですね、毎週日曜日に三味線教室が始まりまして、三味線の師匠に女優さんたちと一緒に通ってですね、私も三味線を習ったりして、でそれを今日決まったんですけど、日野市のこの、事業をコロナからの影響の事業を復活させていくという補助金でサポートしていただくっていうことになったりして、なんか街を上げて、ありがとうございます。すごい。日野市公認で三味線の PV とか作りますね、MV か、ミュージックビデオとか作ったりして、MV、 はい、ジュンさんの武術ムービーも作りましたね。はい、うわーすごいすごい。じゃあもう監督は結構今三味線はもう結構ある程度はもう弾ける
レベルには達したんですか。私が一番女優さんたちの中で下手っぴで、今始めて1ヶ月2ヶ月弱ぐらいなんですけれども、じゃあ結構でもやっと桜は弾けるようになったかな。あ、じゃあすごいじゃないですかね。もうめっちゃ楽しいんですよ。なんていうか、こう昔の武士の方っていうのは、この書をたしなんだり、三味線を弾かれたり、土方歳三さんは流笛も吹かれたりしたそうなんですけど、あと絵も描かれたり俳句も読むじゃないですか。なんかこう文化人でもあるんですよね。剣が強いっていうだけではなくて、監督、僕流笛やってるので。マジで？もしよければ吹けますよ。またそのシーンをこの削って頑張って、エラさんによって私が増やしたシーンを削ってるのに、さらに。でも実は本物の流笛が日野に残ってるんですよ。土方歳三さんのこの唾液が、DNA の唾液がついた本物の流笛が、この佐藤彦五郎さんっていう新選組の最大 の、 お金も支援したし、武器も支援した、スポンサーですね。はい、スポンサーさんのお家が残ってましてね。で、そこの松江 の、 佐藤福子館長様もこの映画ご出演いただけるっていうこと で、 そこのお家で土方歳三さんが実際に吹いた流笛が発見されまして、それも14年前かな。で、すごいですね。残ってるんですよ。で、佐藤福子館長様に、この流笛実物を撮影にお借りしてもいいですかなんて言ったら、いいですよとは言っていただいてるから。なんかマジっすか。もしかしたら僕吹けるかもしれないですか。そしたら、じゅんさんが土方歳三さんと間接キスをする状況になる。あらまあ、これはすごいロマンチックですね。ロマンチックですね。はい、放送を聞いてる方はすごい秘話を知ってることになりますね。そうですね。この間、じゅんさんとこの佐藤福子、新選組資料館の館長さんと初めてお会いしていただいたんですよね。で、その時にこう意気投合してくださって、で、日野塾本陣っていう、実際に土方歳三さんが少年時代に剣術を習った義理のお兄さんの佐藤彦五郎さんのお家がまだ残ってまして、でそこが市の施設として公開されてるんですけど、そこをご案内してくださって、ここで歳三さんがお昼寝してたんだよとか。そう、そこで役作りのためにね、僕もね、この大文字って昼寝しました。贅沢ですよ。素晴らしい、素晴らしい。どうでした、ね、よく寝れましたか、じゅんさん。風がね、やっぱりスーッと吹いてて、はい、あ、やっぱりこのうちで昼寝するならここでするだろうなっていうところでしたね。ああ、居心地がいいというか、気持ちがいい。居心地がいいというか。ああ、すごいです。そうだ、風を感じるっていうのもあれですよね。今回の役柄のそのあれにつながる部分がありますね。すごく風を感じるっていうのもね。すごい、すごい。いや、そういうの体験できるっていうのも、いや、得難いですね。得難いです。やっぱりどうしてもね、僕たちってこう、文献史学というか、資料とか本とかで勉強しちゃうじゃないですか。でそれがやっぱりね、現場にちゃんと行けたり、その現場のその末裔の方とかがサポートしてくださるこの映画っていうのは、かなりちょっとやっぱりね、深いものになるんじゃないかな。なんかその現場の匂いを、まあ、少しでもそうやって肌で感じて、体感できるっていうのも、すごい役作りに非常にその何か資料を調べるよりも確かに大きい吸収でしょうね、これはね。なんかこの映画本当、コロナのおかげって言ったらちょっと語弊があるんですけども、コロナのためにすごい準備期間が長くなったので、その分本当不幸中の幸いと言いますか、作品としてはかなりね、練り上げられたものになり、みんなさんがすごく仲良くなって、そのいろんなご縁をね、いただけてるので、ちょっと普通の映画と違う感じですね。いや、もう本当、そのジュンさんのおっしゃるように、もう本当僕もすごく思うんですけど、なんかその、そういうコロナという状況になって、確かに
ピンチではあるんですけども、うん、まあそのピンチを、まあ、まあ時間ができたということで、またさらに、深く掘り起こして、ね、その撮影の映画に、映画に対して の, その準備ができたというのもすごく大きなことですし、まあ僕も実際まあコロナでいろいろ打撃はあったんですけども、まあ、逆にこのコロナを活用、まあ、その時間があるというのを活用して、まあいろんな、まあ、僕の場合は、SNS でかなり強化したというのであって、まあ、中国の SNS のフォロワーが去年のコロナで、600万人フォロワーを増やしたんですね。600万人どうやって増やされたんですか？向こうの SNS、まあ、ご存知だと思うんですけど、まあ、中国の、中国初の TikTok っていうのがありまして、それが中国のあって、あと、まあ、もう一つアカウントあるんです、別のプラットフォームがあるんですけど、まあ、去年から始めて、で現在は、はい、現在は TikTok が480万で、ほんでもう一つのやつが280万ぐらいなんで、まあ、700万ぐらいか、760万ぐらい。はい、すごいですね。結構、コロナがあったから、まあ、そこを攻めていったということで、まあ、それはまあ幸いに、まあ、受けたので、はい、いい結果につながったんですけど、まあ、それもやっぱりピンチ、まあ、逆境をうまく活用して、まあ、チャンスにしたっていうことで、まあ、無駄にはしなかったなっていうふうには思ってるんですけど、やっぱり、やっぱりこの時期をやっぱりいかに活用してやるか、まあ、そしてまあこれから、まあね、今日でもね、あれじゃないですか、まあ、今週から明日からですかね、ワクチンも始まるということで、そろそろ、そろそろ落ち着く兆しも見えてきてますんで、まあ、この映画作りにおいてもそろそろ発揮するというか、そういう段階には入ってるんでしょうね。はい、そうですね。根を広げて、なんか栄養分をこう蓄えて、でこの春、3月末4月から撮影スタートということで、いいものにしていきたいなと思っております。そうですね、ちょっと、ぜひですね、矢野さんのその、お力もお借りして、この映画、日本初で世界に伝えていきたいので、中国の方にも見ていただきたいなと思いまして。いや、もう本当、中国、市場、マーケットがもう大きいんで、まあ、ご存知かと思うんですけど、やはりまあ、やっぱり14億の、市場があるので、もうでかいんですね、とにかく。はい。まあ、僕もまだまだ、掘り起こす、そういう、なんていうんですかね、チャンスっていうのはまだまだあると思ってるんで、はい。だから、これからね、中国を攻めていくっていうのは、もう非常に大事なことかなと思ってますし、僕も、まあ、本当できることはもう精一杯ね、協力させていただきますんで。はい、ありがとうございます。はい、心強いです。心強いです。いや、もう、頑張ります。矢野さんは、この中国とのご縁はどういったきっかけで、始まったんですか？僕は2000年に、まあ、当時僕日本にいたんですけど、2000年に、まあ、日本の事務所を通してドラマのオファーが来まして、まあ、日本人の留学生役ということでオファーが入りまして、まあ、それで中国でのドラマだって言われて、ああ、そうですか、みたいな感じで、まあ、軽いノリでも受けたんですね。それで、2000年の4月から3ヶ月間北京で撮影をしまして、まあ、その3ヶ月間の撮影が、まあ、非常に新鮮だったという感じですね。楽しかったっていうか、まあ、日本での撮影とは全然違ってて、非常にフランクな撮影スタイルというか、はい、そこにすごく魅力を感じて、あ、ここでやってみようかなと思って、それで2001年の4月から、はい、生活を始めたんですね。まあ、北京で、はいはい、すごいフットワークというか直感でここだって感じられたんですか？いや、結構直感ですね、これは。はい。はい。もうすぐ迷わなかったですね。はい。なんかね、居心地良かったんですよね。うん。気持ち良かったというか、
周りもすごく、なんていうんですか、気を使わないんですよ、とにかく。なんていうんですかね、まあ、僕当時全然中国語を話せなかったんですけど、周りのスタッフ全員中国人なんですけど、みんながその僕に対して、まあ、お互いコミュニケーション取れないんですよ。もう僕も中国語聞き取れないし、相手も日本語聞き取れないしということで、コミュニケーションできないんだけど、そんな僕に対して中国のスタッフがもう本当一生懸命にコミュニケーション取ってくれるんですよ。もう簡単な中国語を話して、そのなんていうんですかね、なんていうか、フレンドリー、フレンドリーというかね、もうすごくなんかありがたいなと思って、ああこの人たちいい人やなと思って、それで、あ、ここにいようかなと思ったんですよね。あ、関西人は言いやすい感じですね。いやー結構ね、はい、打ち解けやすいですね。中国って関西と同じノリっていうか、感覚があるんですか？本当ね、感覚ね、波長合います。監督、本当に波長合います。関西人と中国人って、僕は基本的に同じ人種やと思ってますね。関西でもその、京都の方と大阪の方と、兵庫の方とちょっと違うじゃないですか。また違いますよね。なんか京都の方はこう本音をオブラートに包む感じ で、はい、で大阪の方はあったかくてそのまんまな感じ で兵庫はちょっと、ハイソっていうか、なんかちょっと微妙に違うニュアンスを感じて、私も4年半ですけど、関西人やってたことありまして、その時にその違いを感じたんですけど、中国って どのあたりですか、関西の。だからね、なんていうんですか、だから知らない同士でも結構ね、その辺歩いてると声かけてくれるんですよ。へえ、じゃあ大阪のアメちゃん、ね、おばちゃんか。そうで、電車の中でのおばちゃんと同じですね、大阪に。上海は大阪に近い。そうなんですか。そうなんですよ。だから例えばもう極端な話、まあ、僕なんかも結構もう今も中国ではね、顔もバレちゃってますけど、例えばまああのやらしい話、トイレをね、はい、ショーの方をいたしてるときに、横の人が、横のね、若い子が、まあ、男の子が横に来たら、もうそういうトイレをしてる状態でも声かけてくれるんですよ。まあ、こうしとか言ってくれるんですよね。おいおいおい、ちょっと待ってくれよとか思うんですけど、なんかもう逆に喜んでくれてるんで嬉しいじゃないですか。まあ、それで、おー、みたいな感じで、2人。まあでも20年前の北京だったらもうほんとすごい変わりましたよね。変わったでしょう。そうですね、変わりましたね。そこのお話もお聞きしたいですね。すごいね、変わりましたね。この20年の中国の変化というのは実際に現地でどんな風に感じられてますか？いやー、僕20年前の時はまだ車はありましたけど、まだほとんど自転車でしたよね。自転車も多かったです。非常に、日本語から普通北京語、北京語からまた中国語にやる普通は二人です。田舎行くでしょ。田舎の方言からじゃない。はい、そう、方言から普通語に翻訳すること。ああ、中国からいろんな言語があるっていうことなんですね。誰か、今は違うよね。一人でできるけど。昔はそうですね。上海と北京ってそんなに言語が違うんですか？違います。全然違いますね。全然違いますね。上海でも私に言ったその松江、ね、まあ、やらざる来たと思うとね、松江。はい。で、はい、ね、私いたんだけど、はい、まあ、その時見たことあるんだけどね、矢野さんを。はい。で、松江のその上海語と、上海の上海語また違うからね。ああ。そうですね、マスエね、遊んじゃんですよね。はい。だからね、あれですよ、北京語だと、例えば、こんにちはの場合は、ニーハオっていうの、まあ、これ、誰でも知ってると思うんですけど、上海語だと、ノンホーでしたっけ、ノンホー。全然違う、ニーハオ、ノンホー。同じ漢字だけども、読み方が違うってことですか？そうですね。書けば分かるんだけど。はい、なるほど、はい、そうなんですね。もう全然違いますね。矢野さんがお話になられるのは北京語なんですか？そうですね。僕は北京語、プートンフォアって言って、普通語と書いてプートンフォアなんですね。まあ、これが一応標準語になってるんですけども。はい。はい。北京語ですね。はい。
中国ではこの、はい、テレビでも、主に北京語で、はい、アナウンサーの方が話されてるんですか？そうですね。テレビの、そうですね、ニュースとか、そうですね、基本的にはプートンは北京語ですね。はい、綺麗ですよね。僕はもう最初の頃はよく、中国語の勉強してた頃は、よくニュースを見てましたね。はい。とにかく聞き取れないんですけど、一応耳を鳴らすということで、やっぱり、アクセントがいいので、よくニュースを見てましたね。はい。私工場行くと、工場はもう地方がいっぱい来てるんで、はい、だから普通語話す子、地方語話す、ごちゃまで、だからどれが分かんない、区別つかないね。花井さんは工場でいろんな中国人の方の従業員の方をまとめておられたっていうこと、うん、北から南から東から、ね、すごい体験をされてるんですね。実際に作業は分かるんだけど、はい、ちょっと普通語、はい、疑問ね、はい、矢野さんにちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、今、日本人のこうなんか日本人の SNS で発信されている中で、はい、ウェイボーという中国でのこう人気の SNS のフォロワーが一番多いということをお聞きしたんですけれども、はい、どういったところを工夫すると中国で人気が出るのかとか、うん、なんかこんな動画がバズるとか、このコツを教えていただけないでしょうか。そうですね、今ね結構日本のタレントさんとか俳優さんとかも Weibo というアカウントを開設したりとかして、もう結構増えましたね。日本の芸能人の方も結構 Weibo のアカウントを持ってる方とか、まあでも僕はやっぱり大事なことっていうのは、やっぱりまあ先ほど監督が言われたそのプートンフォア、北京語ですね。この北京語を下手でも簡単な言葉で、自分の言葉で伝えていくっていうことが一番大事で、うん、結構その、うん、日本人の他のそのウェイボーのアカウント見ても結構日本語で喋ってるんですね、動画を見ても、うんうんうん、で結構中国語の字幕を入れてるっていうだけで、うん、まあもちろんそれでももちろんファンの方は喜ぶんですけども、ただやっぱり一番いいのは新規のお客さん、新規のファンを掴んでいくためにはやっぱり幅広い方に見てもらわなきゃいけない。そうなるとやっぱり必要なのが、日本語で言ってもやっぱり限界があるんですよね。だからそこはやっぱり北京語を、もう下手でいいんですよ。下手でいいから、とにかく自分の言葉で伝えていくっていうことがやっぱり大事で、うん、そこを僕は大事だなと思いますね。でね、これね、絶対上手くならないこと、まあ、僕から言うのもなんなんですけど、僕も下手なんですけど、下手でいいんですよ、下手でいいんですよ、上手くならなくていいんで、ただ基本的にコミュニケーションできればいいので、下手でいいから自分の言葉でメッセージできるっていうのが一番大きいと思いますね、うん、その方がなんか愛されるっていうか、はい、なんか親近感を持つんでしょうね。なんかそうです、なんかそうですよね。僕たちもやっぱり結構外たれの方とか見て、やっぱりめちゃくちゃペラペラの日本語を喋る外たれ、外国人よりもやっぱりちょっとなんか可愛げのある外国人の方がなんかいいじゃないですか。確かに親近感がある。一生懸命喋ろうとしてるっていうのがね、嬉しいですよね。そうなんですよね、やっぱりそこですよね。はい、うん、なるほどね。だからそこでやっぱりまあ僕の場合は結構そのドラマ映画だけじゃなくて、そうやってバラエティの方とかも向こうでやってましたので、そうなんですか。そうなんですよ。だから結構この日本、まあ最初に僕のイメージは結構向こうで悪い役とかを結構やってたんですよね、うん、悪い、うんうん、そのヒールの役をやってたんで、その印象があったので、その後のバラエティでの180度逆のもうそのイメージチェンジというか、カラーを出したので、逆にその中国の視聴者から見たら、まあ、強烈、まあ、かなりそのギャップが激しくて結構強烈な印象を与えたっていうのもあったんですけど、うん、この日本人面白いみたいな、はい、があったと思うんですよね、うん、だからやっぱりまずはやっぱり言葉ですよね。
言葉ができるっていうのが一番大事だと思います。はい。はい、今更だけど、習おうかな。うん、ロシア語は少し習い始めましたけど、たどたどしいけど発信頑張ろうかな。いや、全然、感動絶対大丈夫ですよ。もう絶対大丈夫です。もう一日、はい、そうですね。もう簡単の言葉から覚えていけばいいじゃないですか。はい。はい、なるほど。どうやって語学を勉強されたんですか？さっきニュースをよく見てるっておっしゃってましたね。そうですね。まあ、それは結構ね、耳慣れするということなんですけど、やっぱり自分で喋っていくためには、やっぱり自分の、一番いいのは、その、一番吸収しやすいっていうのは、やっぱり自分に関わることっていうのは、一番やっぱり興味があるんで、頭に入りやすいんですよね。はい、ということは、何かというと、やっぱりまず自分に関するものを、全部一つ一つ短い文でいいんで、はい、あの暗記していくっていうか、まあ、例えば、まあまあ、私は日本人ですっていう、まあ、言葉からスタートして、はい、好きな食べ、私はお寿司が好きですとか、おしりべんべんですね。あ、そうそうそう、あ、すごい。行ったことあるんだ、そういえば3回ぐらいありますね。ちょっとだけ覚えて、イエル算数ウリュジーパージューシー。じゃあもう基礎あるじゃないですか。あった、もう基礎あるじゃないですか。監督ペラペラなんだよ。ペラペラじゃもう基礎大丈夫です。で結局だけど、結局はだからまあそういう自分に関わることを、まあちょっとずつ頭に入れていくっていう、そこがやっぱり大事ですよね。うん、やっぱり結局人とコミュニケーション取るときも、やっぱり自己紹介から始まって話す、はい、内容っていうのはやっぱり自分のことが多いじゃないですか。はい、まず、うん、自分から話せるっていう、自分のことから話せるっていうことが一番大事なんで、まあそこから、うん、広げていくっていうことですよね。うん、なるほど、はい、確かに、はい、勉強になります、はいはい。明日もちょっと昼間ミーティングで中国語ペラペラ の、 あの花ヶ瀬紀子ちゃんっていう女優さんがいまして、はい、で紀子さんとミーティングで彼女もこの映画に出ていただくんですけど、あ、ちょっと一緒に SNS で中国語発信をたどたどしく始めてみようかなって。うわ、わ、面白い、面白い。最初の一歩踏み出そうかなと思い始めました。いや、面白いですよ。いやいや、結構中国のファンがもうドドーと来るんじゃないですか、はい、もう。はい、ぜひ、ね、宮野さんのお力をお借りして実現できたらいいなと思います。あの今後 の、 あのご活動ですとか、はい、何か告知される内容ございますでしょうか？そうですね、今後はです、あ、3月に、あ、でもね、これまた、うん、あれなんだな、まだ解禁されてないからなんですけど、3月に、あの、日本と、中国の合作ドラマが、配信されます。これネットなんですけど、そうなんです。まあ、タイトルちょっと言えないんですけど、日本は Amazon と、はい、あと中国はビリビリというプラットフォームがありまして、ね、この2社があの合作した、日本のドラマが配信されます、はい、これが3月の末ぐらいかな、はい、まだタイトルちょっと言えないんですけど解禁されてないんで、はい、そちらに矢野さんもご出演されてらっしゃるんですか？はい、はい、出てます。あ、楽しみですね。楽しみ。そういったアマゾンとビリビリさんの合同制作みたいな形で。そうです、はい、合作ですね。はあ、そういった動きがあるんですね。はい、同時配信ですね。なるほど、はい、ぜひいろいろ教えてください、はい、視聴者の方にあのメッセージがありましたらお願いします、はい、僕ですか？はい、あ、すいません、もう今日はもう視聴者の皆さんも本当楽しかったです。もうまたあの、監督呼んでください。皆さんよろしくお願いします、はいはい、ありがとうございます、はい、ではじゅんさんもお願いいたします。はい、あの今日も素敵なお話聞けて楽しかったです。皆さんこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、金井さん今日は素敵な場をつないでいただいてありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、またぜひお会いしましょう。はい、失礼いたします。さよなら、さよなら、ありがとうございます。バイチェーン、バイチェーン、バイチェーン。この放送は一般社団法人ユーラシア国際映画祭プログレスの提供でお届けいたしました。2月21日日曜日まで日野市の豊田市民ギャラリーにて増山玲奈個展風の日と開催中。4月の20日火曜日午後6時より渋谷のユーロライブにて歳三の刀スペシャルイベント開催します。